ゾン100ゾンビになるまでにしたい100のこと、星さん。クソ激烈にブラック企業に入社して、そこで3年かけてプロ社畜にジョブ展示に成功した筋トレマニアのアメフト部所属だった社畜のオスが主人公。3年かけて檻を溜めまくった結果、電車に轢かれたらもう会社に行かなくてもいいんじゃないかと思えるくらい精神が摩耗した時にゾンビーパニックになって会社に行かなくても良いということになったので人生が好転して、ゾンビーのいる週末世界の方が社畜に比べて1億万倍増しということから無敵の人となる。そこから自分が3年間社畜を続けられていたモチベーションであるクソタイプの社長の愛人に告白しようということで元会社に向かってその愛人がゾンビー化していたので告白という自分がしたいことが終わったのでサクッと吹っ切るという感じの極めて人間心理をよく描いている作品。とりわけ社畜時代の主人公のゴミ溜めのような部屋からゾンビーパニックが起こった後にクソ激烈に部屋をきれいにする描写とかがクソ激烈のお上手であり、前半の主人公を社畜にするという部分がやや強引に感じるが、社畜にジョブチェンジさせておかなければゾンビー世界で無敵の人にできないので9大点。この漫画のクソ激烈にディモールとベネな部分は前半でしっかり主人公が小市民のどこにでもいる量産型だということをしっかり絵とかで表現しており、そこからゾンビーの世界で吹っ切れさせて吹っ切れた奴が結局一番強引無敵の人であるという部分を表現するそのシナリオ力と作画力、読んでて元気になる自分の人生に不満を持っている人族の指針になるかもしれない作品。